シナプシュチャンネル。ノリノリでプシュー。こんばんは、シナプシュチャンネルです。プロデューサーの飯田です。さあ、ノリノリですか皆さん。君はノリノリですか?3月の月歌、君はノリノリの解説をしていきます。これね、実は結構立ち上がりが前なんですよ。去年のあのプシュホッペニューワールドのチェルミコさんのレコーディングがあって、私当時多分子供が生まれた、下の子が生まれたばっかりで、まだその働いちゃいけない時でレコーディングに立ち会えなかったんですけど、清水さんがレコーディングに行っていて、でそこでチェルミコのお二人とこう話してて、あべこべをやって、マミコさんの夜の図書館やって、でレイチェルさんが、私もそのソロで、シナプシュの月歌やりたいみたいな話がある中で、なんかノリの歌が作りたいんですよみたいな、レイチェルさんが、子供との食事におけるノリが超最高だから、ノリの歌を作りたいみたいにその時おっしゃってたので、清水さんがもう速攻私に LINE で、レイチェルさんがノリの歌作りたいって言ってますよ飯田さんみたいにくれたから、おしゃすぐやりましょうって言って、で2023年の2月とかかな、あそういえばあのノリの歌いいですか本当にみたいに言って、であのマネージャーさんにも言ってやろうってなったのがこのノリの歌です。なんでもう1年越しのこう完成というか、ずっとこう温めて育ててきたノリの歌で、でノリ強いんですよ。うちの子も今ノリが2人とも大好きで、でもちょっとね、好きすぎて遠ざけるぐらい好き、なんかもうノリばっか食べちゃうからっていう、多分経験があられる方って結構いっぱいいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、うちの子あんまり海苔食べないなみたいな、もちろんいると思うんですけど、まあ、そういうのを取っ払ってもすごく楽しい、チェルミコさんらしいワードセンスで曲が作られてて、曲の途中でガラッとした転調があって、あそこでまたこうちょっとしっとりしたところで雰囲気が変わって、もうなんか二度おいしいみたいな楽曲の作りになってるのも、もうさすがだなと思っています。でアニメーションは久保田真琴さん、あべこべも作ってくれて、プシュホッペニューワールドのエンディングも作ってくれたクリエイターさんで、もともとね清水さんとも結構仲がいい、イケオジっていうのかな、すごい素敵な優しいクリエイターさんなんですけど、レイチェルさん側からのオーダーとして、なんか子供と一緒に体を動かしながら見られるようになったらいいなっていう風におっしゃってて、それをあの久保田さんにお伝えしたら、のノリレンジャーみたいな子たちがこう踊っている、体をこう動かしているっていうようなアニメーションなんです。めちゃくちゃクオリティが高くて、いやなんかちょっと本当、私はねあのオーダーする側で、あれやこれやオーダーをかけちゃって、でなんか制作費が安いままあれやこれやオーダーかけちゃって、いつもこう上がってきたものを見て、いやーごめんなさいみたいな、すいませんみたいな、こんなあの価格でこのクオリティで本当ね、いつもありがたいなと思っております。久保田さんありがとうございます。というわけで、あの君はノリノリ、ぜひ皆さんも一緒にノリノリになって、で海苔を食べながら、まあ、いろんな海苔があるんでね、歌の中にもこう海苔のバリエーションがいろいろ出てくると思うので、今日はじゃあお子さんと、今日は何海苔にする、もみ海苔にするとか、今日は青さ海苔にするとか言って、楽しみながらあのコンテンツも楽しんでもらえたらいいなと思います。これにて2023年度の月歌は終了です、ね、2023年のこう制作テーマはファンタジーだったんですけど、2024年度もまた全体として新たなテーマを掲げながら、12曲また面白い月歌を作っていけたらいいなと思ってます。ちなみに、あーこれね、4月の月歌のアーティストさんは M です。 M から始まるグループっていうかな、バンドグループ、さ誰でしょう。ちなみにね、4、5、6、7、8、9、
10月ぐらいまでもざっくりこうあの曲のラインナップがもう決まってるんですけど、ちょっと2024年はまたすごそうだなと思ってます。自画自賛みたいになっちゃうけど、結構いいラインナップ組めてるんじゃないかなと思ってるので、2024年度の月歌も楽しみにしていてください。ありがとうございました。